はい、おはようございます。高橋です。今日はね、東新宿からスタートしてます。東新宿ってね、今までなんと来たことがないという、なんか初めてですよ。で、今ね、歩いてたら、今お客さんとホームページの相談意見ちょっと行くんですけど、じゃん、これあのスクエアエニックスってゲームの会社だね。こんな巨大化なんだ、これすげえな。行ってみます。いや、あれだね、東新宿って知らなかったんだけど、ビジネスホテルがすげえいっぱいあるんだね。知らなかったです。で、そのビジネスホテルにね、もう外人さんばっかり超たまった泊まってる。で、さっきもね、今時間がちょっとあったんで、あのロイヤルホストを見つけて入ったんですよ。そしたらね、そのホテルのとなんか直結しているビュッフェみたいなのがあって、あの日本人僕だけでした。全員あと外国人で、今ね、知り合いの方からご紹介でホームページのね、相談にそれ会社行くんですけれど、ご担当の方が今もうね、10分前なのにわからないというね、できちゃいました。どうするんだろう。東銀座のね、位置がね、わかった。新大久保とかなんかそこら辺のね、近くなんですよね、これね。ここら辺はね、来たことある。この辺は今のね、今ホームページのご相談の会社さんはね、採用のやっぱりホームページでしたね。もうね、採用のホームページがやっぱりみんなめちゃめちゃ困ってましたね。いや、一時ね、これはもうまさに新大久保ですね。もうね、5年ぐらい前かな、は割とここ新大久保にハマっていて、結構ね、定期的に来て、なんだっけ、豚肉、なんかあるんじゃないですか、食べに来てたんですよ。いや、これだ、これサムギョプサル、サムギョプサル、これね、ここのストリートいっぱい。もう最近はね、全く、来てないです。いや、もうチーズホットドッグ、ハットグばっかりですね、これね。流行りだもんね。たださ、韓国の食べ物って美味しいよね。危険だね、ここが、この新大久保が、自宅とかね、会社の近くにあったら、これ年がら年中来ちゃって、デブるね、完全に。間違いないよ、これ。今日はね、これから、今、会社に帰ったら、もう、すぐにね、あれです。ホームページの活用セミナーを、また2時間ぐらいかな、やって、で、終わったらですね、今日は、幼稚園のね、パパ会があるんですよ。またみんなでね、バルーン作りに行きます。プードル作ったりさ、キリン作ったりさ、やるわけですよ。だから今日も実は家からね、この中にバルーンのね、でっかい、バルーン、ん？だ、風船のやつがね、いっぱい入ってます、この中に。うわ、なんか今の大きい通りからあっちの駅の方に行くまで、どうせだったらこんな寂しい道じゃなくて、向こうのお店がいっぱいあるところ歩いて行きゃよかったなみたいな。ちょっと失敗です、失敗。いや、朝結構肌寒かったのに、やっぱり暑くなってきたね。今日30度近くになるんですもんね。いや、でも今アプローチ見たらね、24度しかないんだね。だけど、めちゃめちゃ暑い。で、その辺がもう新大久保のね、駅前の通りんとこです。まあ、結構向こうの奥からだからちょっと遠いでしょ。すげえ混んでるな。やっぱり圧倒的にあれだね、女性が多いね。みんな韓国人タレント好きの人たちだと思いますよ、きっと。はい、じゃあ僕はね、恵比寿に向かいます。山手線、行きます。新大久保からね、恵比寿まではどんぐらいだろう、20分ぐらいかな。今日はね、失敗しました。涼しいと思ってたから扇風機持ってこなかった。さあ、恵比寿戻ってきました。これからね、ホームページのセミナーやってきます。
さあ、これからセミナーです。今日はね、名古屋の工務店さん、もうね、10年ぐらい前に知り合った社長なんですけれど、たまたまね、ご連絡をいただいて、お久しぶりなんて言ってね、で、ホームページのまたちょっと相談なんだけどなんていうことでお電話してたんだけれど、じゃあ15時からお時間ありますかっていう感じでですね、急遽ライブでね、ライブでホームページセミナーをやることになったので、今ねちょっとセッティングをいろいろしていたところです。来月からね、このホームページセミナーだけはちょっとこれをきっかけに全国 のホームページ集客やりたいとかと思ってる人ね、もともとこれ、まあ、今無料でやってるので、まあ、無料のものはちょっとライブ配信していこうかなと思って、まあ、限定公開ですけどね、ちょっとそんな感じ。はい、セミナー終わってね、これから、幼稚園のパパ会に向かいます。では